バルダネス一世は、アルサケスアサ・パルティアの王。コタルゼス二世と激戦を繰り広げたが、最後は暗殺された。バルダネス一世は、アルタバヌス二世の息子であった。牛の息子とされる、コタルゼス二世は、アルタバヌス二世の没後、その息子たちを殺害して、王位を得た。バルダネス一世は、コタルゼス二世の手を逃れ潜伏した。西暦四十年に、 反ゴタルゼス二世派の大貴族の指示によって王を名乗りゴタルゼス二世を追放した。さらにアルタバヌス二世の地政末期から起きていたセレウキア大反乱の鎮圧に向かいセレウキアをを囲したがゴタルゼス二世が東方で打破への指示を得て勢力を盛り返したためバルダネス一世も東へ向かった。戦いの後バルダネス一世と コタルゼス2世の間に妥協が成立し、パルティア領を分割統治した。42年に再度セレウキア氏を包囲し、セレウキア大反乱を鎮圧した。これによって、パルティア内での有力勢力としてのギリシア人ポリスの歴史は事実上終わった。以後、ギリシア人ポリスが特別大きな政治勢力として登場することは、パルティアの滅亡までなかった。 セレウキアの反乱が鎮圧されて間もなく、バルダネス一世とコタルゼス二世は再び先端を開き、バルダネス一世は各地で勝利して東部国境地帯まで制圧し、コタルゼス二世の勢力は大幅に減退した。こうして、ほとんど全パルティアを平定したバルダネス一世であったが、西暦47年、狩猟中に暗殺され、コタルゼス二世が単独の王となった。 ありがとうございます。